おはようございます。7月16日金曜日です。本日の水揚げ状況はありゃ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 少ないですね。昨日は風が結構ありましたかね。やっぱり今日はイカシモンもほぼないですね。うお、でかっ。ほらすごい。でかいな、この渡り。昨日よりね、もっともっと少ないですね。本当にわずかしかないです。こら寂しい金曜日だな。やれやれ。おお、天然うなぎが出荷されてますね。そろそろね、時期ですね。おお、これいい方やな。あざーす。アワビ持ってきたん。どんな大きさ。俺今日いるんじゃ。あんま大きいはない。あまり大きない、はい、今日に限って大きいはない。そうな、これがまあ一番大きいぐらい。ああ、いいね。こんぐらいが2杯ぐらいおる。いやそれしかおらん。これしかおらんの。ああ寂しいの。あともう怖いですよ。そうか、了解です。すいません。いい、頑張ってみよう。結構 A サイズばっかりやな。大きい。よう生きてます。空気すごい少ないですね。ハモもね、今日は少ないですね。おりちゃん少ないね今日は。しょうがないね、ない時はないなりにやらんと。ブラ
ンド鈴木ですけど、あんまり大きくはないですね、鈴木でもね。おー、強い強い。おー、いいね。さすが。おそらくこれもね、今日すごい値段がしそうですね。頑張ってみますけど。これがいいですね、この3入り。これも頑張ってみたいな。頑張れるかな。おはよう、家族。あんこは珍しい。へえ、夏はあんこなん。へえ、どうしようかな。なんか入りが薄いね。おお、すげえなこれ。でけえ。うん。お、これよう入っちゃうな。取る。ありがとうございます。うお、綺麗な。でかー。すごいなこれ。なんでウルメがおるの？花丸。おお、みんな花丸です。へぇ、一心助け。
はい、今日のウニです。さすが金曜日、また値段がね上がりましたね。やれやれ。はい、始まります。でもね、今日はね活魚を買うもんないですからね。気合い抜けるな。はい、ブコさん。はい、一番。はい、二号。はい、二号。はい、二号。はい、二三。はい、310番。はい、310番。はい、一つ。はい、はい、周りが好きな三段だ。はい、好きな三段。はい、三枚三枚。はい、周り310番。これ一番向こうちょうだい。はい、310これ。はい。はい、こんにちは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 。まあね、その他が問題。そういうかな。はい、1番。はい、連長。はい、4000。はい、サブロ。はい、2号。はい、3、7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 、
はい、800円。はい、サンプラザさんが800円。はい、はい、600円。はい、ただの小屋。はい、300円。はい、150円。はい、マルコさんが150円。はい、2つ。はい、2回り。はい、そしたらね。はい、そしたら。はい、今度ミミちゃんの2枚、飛んで2枚いくよ。ミミちゃんと飛んで2枚。はい、これがミミちゃんの3枚。はい、これが2つが、2つがもう1個。はい、1000円。1つ、1つ、これ。俺の1匹出るかと思ったはい、ワンパック。はい、これ、アワビ。はい、これは3点。あー、これが1つ。はい、28番、はい、310番2発1個で、はい、310番2発、はい、はい、2個、金子さん、25の手かわからん、ようわからん、ほら、はい、2個、はい、3、はい、302000、はい、地球、はい、310番地球、はい、310、はい、2つ、はい、これは、そして、それも下も1個、はい、1つ、3、じゃあ、それも1、2、とりあえず、ゲットです。やれやれ、プレッシャーが。はい、これ、はい、こっちいいよ。あー、じゃあ、こっち、あー、4000。あー、じゃあ、こっち、はい、38、はい、310番、はい、310番。一つでいいよ。エビでちょっと一つ、ヒヨロガーはどうする。はい、周り、待ってください。はい、375、1個で。はい、はい、今日も頑張ろうね。頑張りましょう。花金で、花金。花金ですね、今日。はい。今日カラフルなんがあるよ。カラフルな。はい。はい、おぶちゃん。お願いします。これ台湾のなに？サンゴ。沖縄。あ、これ？もっと大丈夫。あ、起きるっていう。アサリが1個残っちゃった。アサリお前、カズオちゃんの使
き合わされてる。車でも今日会いましたっていうのをちょっとね、買って帰ろうか迷ってますけど、福袋に行きたいってやめたんです。ああ。お願いします、アサリ。多分、お客さん喜ぶんですよ。儲からんかもしれない。8番。あれ、どこの市場なの？これ、あれ、福岡多い。そうか、ちょっと怒られた。誰かも怒られた。ああ、そうなんだ。運営選手がなくし、これとこの赤字な、これは熊本市、結構いいっすよ。これ選別じゃ、選別やもんな。これです。たまにしか入れないっす。強い。誰も乗ろうわ、ほんと注文ないから絶対。ああ清中クラスじゃなくて抜けるっす。ほんと注文ない。これ、取ったら注文が増えるっす。大体普通はちょっとちっちゃめなんで、こんなやつ。ああ、それよりでかいし。あ、裸麺とかはそぼろやけんね。何？いやいや、ほんとない。いや、注文が全然ないよ。注文が出てる。ほんとない。買える。払いで一人。あの人なんかいるもんないです、あっさり。きびなご、ハンパがある4分。ええよ、そのぐらいです。中だけです。ありがとうございます。何本かした？570円。570円でいいか。自分一回食べてみたいなと思いながら。ありがとうございます。57。はい、はい、これ横筋わざわざ注文したん？いや、あの白身なんか変わったのって頼んでて、で朝電話したら。はい、本日はね、早々にね、競りも終わりましたんで、戻って頑張りたいと思います。まあ少ない割にはね、送りとかね、ハギなんかでもね、結構2が揃いましたんでね、良かったです。まあでもね、今日も少しね、出れそうもないような雰囲気ですからね、明日もちょっと寂しいかもしれませんね。はい、まあとりあえず今日ね、1日クリアしていきたいと思います。はい、皆さんも今日も1日頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それじゃあね、戻って頑張りたいと思います。いやー、少なかったですね、地物はね。まあそうですね、お店の前でも気づいてましたけど、かなりね、風が出てましたね。天気はね、そんなに悪くはないんですけどね、やっぱり風が吹くと波が出ますんで、出れてなかったみたいですね。まあ相場はね、やっぱ白身が、今日私もね、ブランドスズキ買いましたけど、やっぱりそうですね、いい値段ですね。タイヒラメあたりがね、全然なかったんで、こっちもね、やっぱいい値段してましたね。まあでもね、明日土曜日ちょっと心配なんがね、今日もね、漁師さんの話によると出れないんじゃないかっていうようなことをね、言ってましたんでね、ちょっと明日も不安ですね。まあでもね、まあしけはね、つきもんなんで、ないならないなりにね、考えてやるしかないですからね。はい、ということで今日もいい天気になりそうですから、しっかり作っていきたいと思います。はい、皆さん今日も一日頑張っていきましょう。はい、こちらがね、今日のね、ブランドスズキですね。いいですね。めちゃくちゃ強いですよ。わかりますか、動くのが。ギュッと動くやつ。これをこの状態のまんまね、夕方ぐらいまでずっと、ね、生きてますんでね。すごいですよね。えぐれてます。あー、見てん、スギちゃん、これ乗せられるよ、これ見て、形がなくなっちゃうよ、これ高いのにな。誰がやったとは言わんけど、
ねえ、ハイカー君、はい、黙っとっけ、大丈夫よ、うん、ああ、罰金もんですね、誰がやったとは言わんけど。はい、こちらが川原ですね。いいですね、ギラギラです。中元でいただきました、ありがとうございます、大好きです